皆さんこんにちは、ボンドチャンネル通知パフォーマンスです。今回もボンドボディの進捗を元気にお伝えしたいと思います。一応ファントムの方がもうほぼ完成形ということみたいです。まあ、一応完成したら細かくご紹介させていただきますので、まあ、ちょっと今回は詳しい紹介は割愛させていただいて、もうほぼ最後の仕上げ、まあ、タイホイールとかももちろんまだなんですけど、このピンストライプ、これを今高橋さんが入れてくれるということなんで、30分くらいですか、3分、はい、やってくれるみたいです。でこれを入れるにあたって、もともとの純正のフェンダー、ちなみにこれもうほぼ外装完成しております。それにこれを入れると。これ純正、あの改めて見ると結構アバウトですね。はみ出てるじゃないですかこれ。そうです、この辺は綺麗ですけど、ここなんか思いっきりはみ出てて、はい、ここのラインと、あ、ここも結構はみ出てるですね。こっち上だけ、はい、こう線が入ってるけど、上下のラインはないんだけど、上だけ多分筆が入ってる、はい、はあ、そういうことなんですか。上はじゃあマスキングしてないってことなんですかね。いや、マスキングしてる。ちょっとわかんないですけどちょっと何言ってるかわかんないですけど一応ここのラインにボディ同色のラインと、あとここにこっちの紺色のライン、これね、ボディ同色じゃないんです。あ、違うんすか。違う、なんとこれボディ同色じゃないみたいです。濃いんですか、色が。色は濃いで、ワントーン濃い、このピンストがこの上のラインに入って、こっちのラインは紺色と一緒ですね。違う、黒だ。初めてしました。バッチリ同色してある。あ、マジですか。なんでその入れたやつを、これを参考にこっちに同じように入れるみたいです。はい、でこれ具体的にどうするんですか。具体的にあのドアからラインを引っ張っていって、はい、に合わせて、あ、このラインをずっと延長してシュッて感じですか、はい、でこっちも、あれこっちでもないですよね。こっちはないです。こっちはないです。でこの辺からあの寸分の狂いなくツートンが入ってるんで、はい、合わせて高さ、ピーって引くんですか。上はそんなに、あ、上の方が簡単なんですか。そうですね、下はちょっと、まあ、下の方がなんかこうマスキングテープをピーンって貼ってピッてできるかなと思ったんですけど、逆なんす、ね、ですね。上のこっちの R がついてる方が、まあ、技術的には簡単にできるみたいです。はい、あー、なるほど。このラインの方がよっぽど難しいみたいです。はい、まあ、この辺の仕上がりは完成時にお届けしたいと思います。はい、では高橋先生お願いいたします。はい、脱脂します。それはマスキングテープがしっかりくっつくようにってことと、あとは色はそのまま直接入れるからってことですか。塗るときはもう一回脱脂するんですか。あ、そうです、あのマスキングして、はい、足付けして塗って剥がす。あ、足付けするんですか。足付けしないとあの線がこうテープに乗っかったのと、あの塗装されたのとこうガタガタになっちゃうんです。じゃあ一回ペーパー当てるってことですか。そうです。しっかりやらないと、はい、線も綺麗に出ないし剥がれちゃう。あ、そうなんですね。はい、お願いします。はい、で使うのがその何ミリ、3ミリ幅ぐらいですか。うち5ミリ、5ミリ幅のマスキングテープ、はい、はい、これを入れると。まずドアに合わせます。あ、そういうことですか。そのぐらい後ろから引っ張ってって、はい、これはじゃあイギリスの職人か高橋さんって感じですね。二択ですねすいません。これプレスラインもそんなにこうはっきり出てないじゃないですか。柔らかいじゃないですか。そうです、ね、これむずいっすね。ただこうこのラインにこう合わせて測ってこう貼ってってもやっぱりこう一番はやっぱり綺麗に、はい、斜めから見た時にこう直線。ああ、なるほどなるほどなるほど。やっぱりこうなんだろう、ラインに合わせてまっすぐ貼った方が一番綺麗ですね。なるほど、はい、もう過去めちゃくちゃこの作業やってますよねもうトータル何十台もやってますもんね。はい、最近もなんかカリナンとか作ってましたね。そうですね、大阪店のカリナンとかあの緑色のやつなんかも完全再現してやったりしてますから。そうですね、はい、話しかけないの。はい、失礼しました。ちょっと何言ってるか分かんないですけど
はい、そうですね。ちょっとやっぱり普段とこの撮りながらだとかって違いますもんね。まあ普段も 何回かやって、はい、納得のいくラインになったら塗るって感じですよね。でもやっぱりそのマスキングテープピンって貼ったその直線を利用するんですね。そうです、そうです、はい。ただ先端に連れてこう行くにつれてこう少し下がっていくんで、まあ、その辺は加減がすっごい難しそうですね。なんだろう、まっすぐってわけじゃないんですよね、はい、やっぱこうラインに合わせてちょっと湾曲してるんで、すげえ、ここ今すごかったっすね。シューってこう入ってくライン、ここのいかにこう自然にこう落とすかで違ってくる。やっぱりこのこっちのプレスラインにこう合わせて入ってるんで、はい、そこに合わせて。これ太さはあとどうするんですか、もう一本引くときって。こちらライン自体が3ミリなんで、あ、3ミリ幅の、はい、マスキングを同じように真ん中に貼って、貼って、はい、もう1本。あ、じゃあもうそこから先は割と、そうですね、1本を入れちゃえば、はい、なるほど。でそれが左右対称になるようにやるんですもんね、はい、こんな感じでピンストの入れ方の裏側をお届けしました。ここから先は GoPro であの作業の方は撮ってありますので、どうぞそちらをご覧くださいませ。ちょっと作業の動画に行こうと思いきや、あの驚きのポイントを発見したんでちょっとご報告を。これファントムの今見てもらったフェンダーなんですけど、これなんかちょっと様子がおかしくないですか。そうなんです、裏側見てください。これアルミかと思ったらこれ全部プラスチックなんですね。ただ厚みが結構あって剛性もものすごい、まあ、これだけでっかいパーツがその熱とかでも歪まないようになってるんで、まあ、当然だと思うんですけど、まあ、確かによく見ればプラスチックなんですよね。この価格のこの車のフェンダーがプラスチックっていうのはだいぶ驚きです。そして質感で全然プラスチックってわからない。だから前回りフード以外は全部プラスチックってこと。だからかなりそういう軽量化もかなり考えられてるんじゃないかな。これはなかなかファントムのフェンダー外しましたとかパーツで塗る前の見たことありますっていう人も少ないと思うんで、多分知らない人は多いんじゃないかな。僕はちなみに知りませんでした、はい、こんな風になってます。